今回はですね、7月7日の睡蓮農園の開花の様子を見つつですね、夏場のですね、睡蓮のお手入れ方法を紹介していきたいと思います。まあ多分皆さんとこも睡蓮だいぶ成長してきて、もう花咲いたり、いろいろしてると思うんですけど、よくね、質問で、お手入れ方法とかどうすればいいですかみたいなのね、よく聞かれますので、夏場のですね、睡蓮の管理方法、お手入れ方法なんかをね、紹介していきたいと思います。またね、終わったつぼみはどうすればいいかとかね、葉っぱいっぱい茂りすぎちゃったけどどうすればいいかみたいなね、質問もよくいただくので、そちらをね、回答をしていきたいと思います。まあ夏場ですね、多分前の動画でもちょっとね紹介したと思うんですけど、メダカと睡蓮育ててて放置しとくとですね、なかなか、大変なことになってきますし、そのままだとね開花数が落ちてきてしまう場合等もね、ありますので、その辺のね、解説をしていこうと思いますので、ぜひねこの綺麗な、ね、睡蓮を見つつですね、夏場の睡蓮のお手入れ方法を、確認して、ぜひね皆さんも実践して、さらにねたくさん睡蓮の花を咲かせていただきたいと思います。この動画をね最後まで見ていただければね、夏場の睡蓮のお手入れ方法なんかもう分かりますし、綺麗なね睡蓮も見ることができますので、ぜひね動画最後までご視聴ください。今ね映ってたのが、増築したね睡蓮農園の方ですね。こっちが本命本ちゃんの睡蓮農園の方ですね。こっちですね、いつも公開してますメインのですね、睡蓮農園の方です。でこちらがですね、まあここからねちょっとハスゾーンなんですけど、これめっちゃ綺麗ですよね。このハス、これ白の八重咲きの眉ですね。今年から導入した眉なんですけど、めちゃめちゃ綺麗です。真っ白なんですよね。真っ白で、白のね八重咲きです。でまあそうですね、夏のですね、まあ、睡蓮のね、お手入れ方法なんですけど、基本ですねそこまでもうね夏場お手入れぶっちゃけそこまでしなくても大丈夫なんですよ。まあすることとしてはですね、まあ動画のどっかのタイミングで、詳しくね、見せるんですけど、やることとしてはまず終わった、花の花柄摘み、終わった花をカットするですね。この丸い部分めっちゃ可愛くないですか？この眉のね、この一番外側の丸い壁がね、めちゃめちゃ可愛くてね、かなりお気に入りです。で、ちょっと話戻るんですけど、終わったね、壁じゃない、終わった花柄の花柄摘みですね。あとは、まあ、葉っぱですね。枯れた葉っぱの、状況と、あとは追肥。まあ、そのぐらいなんですよね、やることといったら。あとは、まあ、容器がねパンパンになってきたら植え替えもしてあげるといいんですけど、株分けとかですね、この時期。そこは多分また別の動画で、ね、ちょっと出そうかなと思います。よくね質問で、夏とかね今の時期植え替えても大丈夫ですかっていうね質問結構いただくんですけど、全然問題ないです。今の時期だったらば、まあ、植え替えても株分けしても全然、いい時期ですので、成長していきますのでできます。ただ今つぼみがついてるのとかだと開花、そのつぼみが開花しなくなったりしますが、まあ次から次へとね多分つぼみ出てくるので問題ないと思います。でその辺の植え替えの様子はですね、また後日動画を解説しようと思いますので、まあ今言ったとこですかね。大雑把に言うと、終わった花柄摘みと、枯れた葉っぱの状況と、あと追肥ですね。でその辺を、今やるべきですね、夏場で。追肥方法は過去動画にも上げてますので、気になる方はね、ぜひそちら見てください。まあ、追肥に関してちょっとね詳しく解説するとですね、基本自分はハスも睡蓮も月1回ずつ上げてるんですけど、この6月7月はですね、まあ開花期ってことで、ちょっとねこまめに2週間か3週間おきに3週間おきぐらいに、ね、与えた方がいいと思います。まあ自分忙しくて、それができなかったんですけど、最近ね追肥しました。でその際にですね、多分前の動画では追肥で多分6月か5月ぐらい、6月かな、 IB 化成肥料だけだったんですけど、今回7月の追肥ではですね、 IB 化成肥料プラス、植え付けの元肥で使ったマガンプ系ですねを、一緒に入れてます。 IB 化成プラスマガンプの2種類を追肥してます。まあ、理由としてはですね、一番最初にマガンプをマガンプ系入れたんですけど、リン多めの肥料ですね、いつも動画で解説してる。多分ですね、もう結構ね根っこが睡蓮成長早いので、もう多分めちゃめちゃ伸びて、もうマガンプにぶつかってると思うんですよ。そうするともう多分一気にねマガンプ吸収しちゃってると思うので、多分ねもうそろそろマガンプ系の効果が切れてると思うんですよね。
硬化期間は長いんですけど、マガンプってその植物が根に、植物の根がマガンプ系に当たるとその酸で溶けて吸収されていくみたいな、やつをカーメン君のガーデンチャンネルで勉強したので、多分ねもう7月ぐらいだと多分根っこはもう全部広まって、多分全部もうマガンプ系に衝突して全部ね栄養をもう吸収しきっちゃってると思うんですよね。まあそのリンをですね、そうするとリンを吸収しきっちゃうとですね、花上がりが落ちてきてしまうんですね。なんでここで追肥としてもう一回マガンプ系を入れてあげて、ちょっとねリン多めで追肥してあげることによってまたねこれから咲いてきてくれると思います。なんで花上がりが落ちちゃってるよっていう方とか、まあ花上がりが良くてもですね、追肥でマガンプ入れとけばまたね夏場もですねスイレン楽しめるので、追肥の際はですねぜひとですね、IB 化成プラスマガンプがね自分的にはおすすめです。リン多めの肥料ですねを追肥してあげるのがおすすめで、自分はこの7月は、そんな感じ IB 化成とマガンプ系どっちも、追肥しました。今度ですね、追肥の動画もまた、アップすると思います。まあ詳しい解説とかじゃなくてこんな感じで追肥しましたみたいなね、動画をアップすると思いますので、またね、そちらも楽しみにしててください。ではね、ここからお手入れ方法の、実践をね見ていきたいと思います。これ撮影してるのとはねちょっと別日なんですけど、こちらですね、まあ、このぐらいのバランスだったらいいですよね。こっちだとまあ葉っぱが茂りすぎちゃっててメダカに良くないですし、まあ、スイレンのですね成長点にも日が当たらなくなってあんまよろしくないので、ベストはこのぐらいですね。こんぐらい水面がねあるといいですよね。でこっちがねちょっとよろしくないので、こっちの葉っぱをちょっとね間引いていこうと思います。これフェイマクドナルドですね。めっちゃ綺麗に咲いてますね。つぼみもまだこんだけあるんですけど、ちょっとね葉っぱが茂りすぎかなって感じですね。で葉っぱが茂りすぎる要因としましては、チスト系のね肥料が多いとねこんな感じになります。まあ、ただね普通に追肥してると IB 化成とか10-10-10入ってるんで葉っぱがね茂りすぎますね。なんで葉っぱ茂りすぎが嫌な方は IB 化成肥料の追肥をやめてですね、マガンプ系オンリーだけの追肥にすることによって花上がりも保ちつつ葉っぱがねここまで出ないようになります。ただねそうすると株がそこまででかくならないです。株を立派にしたい方とか株分けをねたくさんしたい方は IB 化成肥料をやった方がいいと思います。その分でも葉っぱね出てきます。でこういうねちょっと黄色くなった葉っぱをどんどんね取っていきます。古い葉っぱですね、こういうのとかこの辺も古いですよね。ちょっとでも黄色くなったりちょっとでもね傷んでる葉っぱですね、そういうのをこういうのですね、こういうのをどんどんね取っていくイメージですね。そうすることによってまあ新しい葉っぱで出てきますし、開放水面も広がってきます。で開放水面が狭いとですね、多分前の動画で、危険なビオトープみたいなのを紹介してると思うんですけど、メダカに良くないんですよね。メダカにも日が当たらなくなっちゃいますし、スイレンの、ね、成長点にも日が当たらなくなって、よろしくないので、こんな感じでね古い葉っぱ、これもねちょっとね黄色くなってるの分かりますかね。古い葉っぱって若干ですが黄色くなってたりちょっとね葉が傷んでたりするのがありますので、そういうのを優先的に取っていくイメージですね。これとかも若干もうちょっと黄色くなってますので取っていきます。できるだけ新しい葉っぱですね、綺麗な葉っぱを残してちょっとでも傷んでるのはこんな感じで、どんどん取っていくって感じですかね。そうするとですね、まあ新しい新鮮なね綺麗な葉っぱだけが残っていくので、開放水面も増えて、メダカにもいいですし、スイレンにもね、いいって感じですかね。なのでまあそうですね、先ほど言ったように、マガンプ系をメインにやるとですね、多分葉っぱは多少はね減ると思いますし、花上がりはねそれなりにいいと思います。ただそうですね、株がそこまで成長しないのと脇芽がねそこまで出ないかもしれないですね。まあ自分はねまあ販売もしていかないといけないので、どっちもあげますね花も見たいですし、まあ来年ね皆さんに販売するように株もね増やしたいですし、そうですね脇芽もいっぱい取りたいので、まあどっちもねやっていく感じですね。でまあそうですね、あと葉っぱもねどれぐらい取っとけばいいかとかよく聞かれるんですけど、確かね最低5、6枚あれば大丈夫みたいな話はね聞くんですけど、自分はね結構ね葉っぱを取っときたいタイプなのであんまりね取らないですが、あんな感じでもうバンバン取っちゃっても大丈夫ですよ。枯れはしないです。どんどんね次から次へとね新しい葉っぱ出てきますので、先ほども言ったみたいに 5、6 枚残ってるぐらいでね大丈夫だと思います。取りたい方は、ね、取っちゃっていいと思いますが、まあ、自分は先ほども言ったようにやっぱねある程度株も育てたいので結構ねこんぐらいはね取っときますね。本当にもうちょっとね水面を確保したいんですけど、まあこんなもんかなって感じですかね。
そんな感じでつぼみもねまだめっちゃ出てますよね。フェイマクドナルド、マクドナルドなんですけど、花上がりね、めちゃめちゃいいです。これ別の株でねちょっと植え替えしたので、フェイマクドナルドはちょっとね、1株か2株ぐらいね限定でちょっとね出品しようと思います。フェイマクドナルドねめちゃめちゃ綺麗で、比較的ちょっと新しい品種でちょっとねレアスイレンなんで、お値段はねちょっと高めに設定します。珍しいスイレンなんでね、ただねめちゃめちゃ綺麗で、花上がりもねめちゃめちゃいいので、かなりねおすすめです。でこんな感じで、葉っぱいっぱい取りました。こんな感じでいっぱい取れましたよね。あんだけ取ってもまだねこんだけ残ってるんですよ。本当はこっちぐらいがいいですけどね。でもねだいぶすっきりしましたよね。まあこんぐらい入ってればねメダカにもいいと思いますので、皆さんもねお手入れはこんな感じでぜひぜひ、やってみてはいかがでしょうか。まあ、花柄と葉っぱ取る感じですね。取る葉っぱはちょっと黄色くなってる古い葉っぱを、取っていくって感じですね。でこちらが今ね紹介してたフェイマクドナルドですね。ちょっと苗を販売しようと思います。アゾカン交配種で、まあ普通のね耐寒性スイレンと同じように育てられます。寒さにもね強いです。我が家も屋外放置で全然問題なく越冬してくれました。このね紫がめっちゃ綺麗じゃないですか。このね薄紫ですよ。これがねちょっとサイモンパープル2とは違って淡い薄い紫で、花弁がねシャープな感じになってます。ほんとね綺麗ですよね。ちょっとねまだ珍しい品種なんでね、個数もねそこまで増えてないので、そんなね販売は数は多くないと思います。でこちらねグレックスオレンジビューティーなんですけど、これ今年ね株分けしたの極小苗ですよ。多分ね番号振ってたじゃないですか。多分過去動画、見てもらったら分かると思うんですけど、あのめちゃめちゃねちっちゃいグレックスを、大量に植え付けたやつの一株なんですけど、なんとねあのちっちゃいのから花咲きましたよ。あのめちゃめちゃちっちゃかったのから、それもねめっちゃ綺麗に咲きましたよね。ちっちゃいですけど、このポリポットに植え付けたやつですよ。果たしてね何番でしょうか。皆さんがね、押した子でしょうか。39番です。おめでとうございます。グレックス39番、見事開花しました。そしてねこちらピンクワンダーですね。これは去年植えてですね株分けしてないやつですね。これも、販売してます。これもねちょうど今販売中ですので、ピンクワンダー、開花実績ありなえみたいな感じで販売してます。これ多分もう植え付けてもらえばね、全然開花できますね。まだまだこれから。あと今出品してるのがあって、あともう一株2株ぐらい、今年春株分けしたのもね結構成長してもう花咲いたのがあるので、そっちもね、販売していこうかなと思います。でこっちはね姫ガガブタとガガブタがねいい感じに咲いてたので、たまにはね水蓮以外も撮影しようと思います。ちょっと白熊くんにはねどいてもらおうと思いますが、これわかりますかね、姫ガガブタとガガブタの違いですね。今これねどっちもごちゃ混ぜになってます。なんかこれ自然っぽくてめっちゃ良くないですかこのね左の白鷺かやつりと右の八重桃だかの葉っぱも出てて、でこんな感じでガガブタとね姫ガガブタも咲いててめっちゃ綺麗ですね。こちらがですねガガブタですね。こちらが日本在来のガガブタで、こっちがね姫ガガブタで、台湾ガガブタとかもともね呼ばれてて、台湾とかねそっちのあったかい方に生えてるのがヒメガガブタですね。ヒメガガブタの方が細かい毛みたいのがなくて、この手前のねガガブタがちっちゃいね細かい毛みたいなのがあるのが分かりますかね。それでね見分けがつきます。でこちらがね、今期から導入した、サイアム桜ですね。サイアム桜めっちゃ綺麗ですね。ってかめっちゃ可愛くないですか。これがねサイアム桜です。めちゃめちゃ綺麗ですね。桜シリーズって言われてて、あとバンコク桜っていうのもあって、どっちもね購入しました。こっちがね多分サイアム桜だと思います。多分サイアム桜です。めちゃめちゃ可愛いですよね。このねまん丸とした花形にですね、薄いですねほのかにねピンクが乗ってる感じ、いやめっちゃ綺麗ですね。これ開花1日目です。可愛いですよね。花形もねめちゃめちゃ整ってますね。ちょっとね小さめな感じで咲くんですね。まあ株がねちょっとまだちっちゃいから小さめかもしれないですね。でもねこのまん丸な感じがね可愛いですよね。サイアム桜です。まだねつぼみもめっちゃ控えてますね。株がねちょっとねまだちっちゃいので、本来よりちょっと小さめの花なのかもしれないです。今年導入したニュー品種です。でこちらもね今年の新しく導入したニュースイレンなんですけど、アウグキかなちょっとね言いにくいですけど、こちらはアゾカン交配種ですね。めっちゃ綺麗、赤紫って感じですかね。どっちかっていうと今までのねあのアゾカン交配種にはねあんまない色ですね。なんかピンクとか
紫とかじゃなくて赤紫って感じですかね。ウグキです。こちらも今期からね導入した続刊後輩種の水蓮なんですけど、いやめっちゃ濃いんですよこれ。ちょっとね動画だとね濃さが伝わるかわかんないんですけど、めちゃめちゃ濃いんですよ。どうですか、めっちゃ綺麗じゃないですか。こちらもねニュースイレンで、この辺もね多分比較的ね新しい品種ですね。でこちらもまたね今年から新しく導入したスイレンで、ペインテッドレディですね。ペインテッドレディで、本当はね多分もっとねピンク濃く咲くはずなんですけど、これちょっとキメラで咲いてますね。これもピンクドンとかジャッカフォンみたいな感じで斑入りの花が咲いてですね、多分たまにキメラになる感じですね。本当は多分ねもっとピンクが濃いはずなんですけど、なんか薄いですね。葉っぱにねこの模様があるのが特徴ですね。アーカンシェルみたいな感じの葉っぱが出てきます。まあこっちはね前からあるビーオリシャスですね。これもアゾッカン交配種です。奥に見えるのがサヤムピンク2ですかね。こっちの隣にあるのもサイムピンク2です。ちょっとね、もう終わりかけですね。こっちはパープル2、こっちも終わりかけ。ピンク2もね、いっぱい咲いてるんですけど、この日はちょうどもうみんな終わりかけでお休みって感じですかね。めちゃめちゃ花がりです。で、こちらもね、今年植えたブラッシングブライドなんですけど、このね、ちっちゃい4号か5号ぐらいのね、5号ぐらいかな、のポリポットなんですけど、こんなねつぼみ出てますね。もう花も咲いてますし、まだつぼみ2つ出てます。1個ね花上がりですね。ブラッシングもちっちゃいポリポットでも咲いてくれますね。ただね多分開放水面がねあそこ80リットルのたらいに2株沈めてるんで、大きい大きい沈めてるのが良かったのかもしれないですね。でそうですね、こちらがデンバーズデライトですね。すいません、まあお手入れはお手入れのね、お手入れの話からもう一気にねこっちの開花した水蓮のね解説言っちゃいましたけど、お手入れはさっき言った、感じぐらいので大丈夫です。あとはねお手入れしなくて大丈夫ですよ。葉っぱちぎっとけば大丈夫です。大きい、枯れてきた葉っぱですね。特別ねもう夏場は追肥と葉っぱ取りぐらいですかね。こちらマニーサイムなんですけど、そんぐらいですかね特にするのは。まああと追肥かぐらいで、あと水蓮のために水替えした方がいいとかもたまに聞かれるんですけど、別に水替えはしなくても大丈夫です。ただメダカのためにはね水替えしなきゃいけないので、結局ね水替えはすることになります。あんまり汚れちゃうと、ね、メダカによくない。水蓮はいくら汚れても多分大丈夫です。水蓮自体は問題ないですし、あとたまに聞かれるのも、水蓮軽気抜きした方がいいですかって聞かれるんですけど、全然軽気抜きもしなくていいです。そのままの水道水直で全然問題ないです。あとはまあいつも言ってますね、本当日当たりのいいとこでがっつりね育ててあげるってことが大切ですね。あとねこう育ててるとですね、こう最初のうちは葉っぱがそんなないので、まあ、このタライとかにですね、これヤエオムだかもね綺麗に咲いてますね。このタライとかに、まあ、今もそうですけど 2,3 株入ってるじゃないですか。これねすぐパンパンになっちゃって、葉っぱが茂りすぎちゃって、お互いで光の取り合いになって、成長点に光が当たらなくなってしまうので、このタライにですね何株か入ってる場合は間引きしてあげた方がいいかもしれないですね。基本まあ一タライに一株がベストなんですけど、そうですね、一タライに一株がねベストですね。どうしてもね光取り合っちゃいますし、本当にどんどん成長してくると、多分皆さんも2株とか3株ぐらい沈めた方はもうパンパンじゃないですか。そういう場合はやっぱねもう間引いてあげて、たらいをねぜひ増やしてあげてみてください。そうするとね格段に成長早いですし、花上がりもね良くなります。こう何株も入れてるとですね、その成長点にですね葉っぱがやっぱ乗ってきてしまって、お互いのですね、そうすることによってやっぱ成長点に日が当たらなくなって、成長がねいまいちになってしまうのがね結構多いので、ちょっとねパンパンになってきたなっていう方はですね、ぜひぜひ間引いてあげてください。たらい増やしてあげて、そっちにね移してあげるとね、また花上がり復活したりしますので、ぜひぜひね改善してみてください。なんでもうそんなもんかな、特別ね難しいお手入れはないです。今度のいつか来週ぐらいかな、スイレンのね夏の植え替え、まあ植え替え方法つっても同じなんですけど、まあその辺の植え替えとかね、どういう状況になったら植え替えした方がいいよとかね、その辺もまた動画アップしたいと思いますので、ぜひぜひね楽しみにしててください。あとは追肥方法ですね。まあ追肥方法もまあ前動画出してるので、そっち参考にしてもらえばいいんですけど、まあ
自分のね夏の追肥のしてる様子なんかもねちょっとアップしたいと思いますので、ぜひね楽しみにしててください。こちらねペリーズダブルイエローですね、綺麗に咲いています。でこちらがねアーカンシエルですね、独特なねこの花形とこの斑入りのね葉っぱがいいです。このねシャープなね斜面がシャープなめちゃめちゃカミカミですね。もう20分も喋ってるのでカミカミになってきますね。花弁がねとても綺麗ですね、アーカンシエルです。あとは、ゴンネールがねこの葉っぱのね下に隠れてるんですよね。結構これもねゴンネールめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。この薄ピンクのねグラデーションがねほんと綺麗ですよね。まあ昔からの品種でねオーソドックスなツリーなんですけどね、ほんと綺麗です。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本当に皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございます。またねヤフオクでスイレンや水生植物購入してくださった方もありがとうございます。今おすすめなのとしては多分数量限定で出てる、ブルーギガンティアが出てますし、あと皆さんのねご要望が多かった、ラズベリーですね、こちらも、まあ、今年株分けした開花した苗ですね、それをまあ限定でこちらも 2、3株ぐらい出そうかなと思ってますので、ラズベリーねめちゃめちゃ綺麗なんでねぜひぜひ、購入してみてください。こちらもね今期から導入した、サイアムピンクムーンかな、サイアムピンクムがねめちゃめちゃ綺麗に咲いてますね。でそうですね、ラズベリーがねめちゃめちゃおすすめで、あとですね熱帯スレのセントルイスゴールド、こちらのね在庫がだいぶなくなってきたので、あとちょっとですね気になってる方は早めに購入した方がいいかもしれないです。まあもう一株株分けできるのがあるのでもうちょっと出るかもしれないですけど、今ストックしてるのはもうあと2株ぐらいしかないですし、あとテキサスシェルピンクですね、こっちもあともう1株2株ぐらいしかないので購入考えてる方はね、ぜひぜひお早めに落札してみてください。どれもね、綺麗なスイレンですし、自分がね一生懸命育てたスイレンですので、ぜひ、ヤフオクで数のメダカスイレンビオトープ、検索してみてください。ぜひね、ゴミ箱を購入して一緒にねブルーギガンティア、育ててみましょう。ではまた。